やっぱ2杯目はきつい。終盤にやり直しを言われてもそのまま走っていってしまう人がいますが、あれは絶対にいけないと思います。やり直しなんてやってらんねえよな。廊下は走っちゃいけないのよ。そうよそうよ、危ないでしょ、ぶつかったりして。まさか、どこなんかにぶち当たったらこっちが跳ね飛んじゃうよ。もうどって。走っちゃったもんはもう仕方ないだろ。そうだそうだ、うるさい。見直しなんて配信しちゃえば。そうこ、見よう決まりなんだから。意見のある人は手を挙げてください。はい、谷さん。終盤は廊下を走った人を走ってって捕まえ、やり直しをさせたらいいと私は思います。はいはいはい、鈴木くん。はい、そしたら走った終盤もやり直しをしなきゃいけないと思います。そうだそうだ、いいじゃない。そうだよ。はい、谷常子さん。終盤はやり直しをしなくても良いと思います。なぜなら終盤はスピード違反の自動車を捕まえるパトカーと同じ役目だからです。反対意見はありますか？パトカーだってさ、走っちゃダメよ。では終盤は走っていってやり直しをさせても良いことに決めます。他に議題はありますか？はい、谷さん。またあいつ出しゃばり。おしゃべりやめなさいよ。最近給食を残す人がいます。私はこの間雑誌でベトナム戦争の記事を読みました。外国にはかわいそうな人がたくさんいるのです。私たちは幸せです。幸せだな。食べ物は大切にしなくてはいけないと思います。今は給食のおかずを一種類なら残しても良いということになっていますけど、甘いと思います。なんでつねこいい格好して。でーす、一つぐらい残したっていいじゃんかよ。そしたらみんなミルク残すよ。これ食べてもらうのもいけないの？